はい、こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿の本橋です。暗いですね。今日は照明の話です。まずはいつもの照明をほとんど消している段階。真っ暗で怖いですかね。でもこういう方がこういう花は生えたりしますかね。虎さんもいつになく陰影がありますよね。まあいつもの照明に戻してみましょう。いつも使ってるのはデスクライトを照明に使っています。こうなると、いつもの私の風景になるかな。これに、なんか後ろまだ暗いですよね。照明つけましょうか。これでもまだ暗い。まだ照明を使っているんですね。これが楽寿のメイン照明。後ろの空間が見えてきましたよね。こんな形で楽寿の照明というか動画が作っています。クリスマスの時は、もう一つ照明をプラスしました。こんな感じですかね。明るいと。なんだか居酒屋さんみたいな感じになりました。ちょっとクリスマスの時に出した動画で分かりづらかったんですけど、トラさんはトナカイさんになってましたよ。というところです。はい。注文住宅の家作り。照明って何を選べばいいのっていうお話です。照明選びってすごく奥が深いっていうか、この動画だけで全部多分語り尽くせないので、一応基礎編という形です。照明選びって本当に難しいですよね。私自身は難しすぎてこの空間を作るときに、照明器具選べなかったんですよね。最後まで。で、出来上がりのときに照明もないし、スイッチもなかった。で、今は、手元で全部、こんな iPad のリモコンで、いりきりができるみたいな形になってます。最新な感じになっちゃってますよね。まあ、注文住宅で家づくりをすると、プランが決まってキッチンや設備を決めて、内外装の素材を決めて、っていく中でもヘトヘトになってきますよね。で、最後に残るのが照明器具だったりする。照明器具選び。で、家に住む上で照明、ライティングプランは重要なんですけれども、とっても難しいっていうと。まあ、この動画が照明選びの参考になればいいなと思います。まあ、私の経験談とかを話していって、あんまり難しい数値とかはネットで調べればすぐ出てくるかなと思うので、そういうところで調べてほしいなと思います。照明選びの基礎知識です。ライティングプランとは、照明器具の基本。明るさ、光の色について、LED の弱点、注意点、シーンにより切り替える、住む人によって変わる事例ですね。事例をちょっと紹介していきます。悩んだ私の最終的な答えは、どんな照明でしょうって。これ一押しです。まあ、陰影来さんですか。結論です。ライティングプランとは、注文住宅では間取りも空間も自由ですよね。作業するスペースや安らぐスペースなど場所により照明配置や器具の選定をしていくのがライティングプランです。図面上では把握できないことで何が良いのかわからないから不安になる。それが照明選びの難しいところなんですよね。三次元CADを使って立体空間を使っても照明の光り方とかっていうのは実物とシミュレーションでは多分全然違うので比較にできないんですよね。だから最初にわからない。だからもう図面上でというかカタログ上で選ぶしかないっていうところの不安があるよ。ありますよね。照明器具の基本としては現在の照明器具はもうほとんど LED ですよね。LED が省エネで長寿命だから選ばれていくっていう形。白熱球も製造中止になってるし蛍光灯もなくなりそうなんです。本当ですかって感じです。ちょっと疑わしいとこが若干あるっていうところですかね。照明器具の寿命、そもそも照明器具の寿命って何年ぐらいかって知ってますか？一応10年っていう風になってると思います。だから10年したら、そもそも照明器具、電気が切れてなくても、交換しないと危険ですよみたいな言い方なんですけども。で、一度も壊れなければ、白熱球なんか1年に1回ぐらい切れますよね。LED はもうずっと交換まで。でも10年以上使えますよね。でもその時いつか壊れるっていうと。高いんですよね。LED の
照明って。だから、それで、まあ、省エネっていうのは、電気代がかからないっていう省エネもあるんだけれども、製造コストとか考えると、本当に省エネなのかなって思う時もある。特に蛍光灯なんかは本当に切れないですよね。熱も少ないし。なのに LED に変わろうとしている。そんなに電力も変わら、まあ LED の方がいいみたいですけどね。値段もピンキリですよね。Amazon さんなんかで探すと本当に安い LED 級もあれば、日本製なんかちょっと高かったりしますよね。それは何だろうっていうところです。そこら辺が分かっていくといいのかな。あとは色の問題ですかね。電球色とか中白色とか。で、適切な明るさは本当に人それぞれなんですよね。だからそこが難しくて、照明選び難しくなってきますよ。正解がありません。照明選びによって。明るさ、色についてです。明るさはルーメンっていう話ですね。で、詳しい話はネットで検索すればたくさん出てくるので、そこら辺お話しして、私のは抜粋っていう感じですかね。6畳の部屋で約200ワットぐらいの明るさがあればいい。この200ワットっていうのは白熱球でつけた時の200ワット。だから100ワットの電球を2個つければいいよっていう。わかりやすいですね。それで100ワット相当の LED 球を2個買うと、じゃあそれの電力量ってすごい低いですよね。こんなに省エネなんだって思うんですけれども、値段も10倍ぐらいはしますよね。それ、どうなのかなとかって思いつつ。まあ難しい機械が入ってるんでしょうね、その LED って。っていうとこなんですけど。壁の仕上げや天井の空間とかによっても変わってきますよって。光の色はケルビンですね。日中の太陽光が5000ケルビンって言われてます。電球色は3000ケルビン。だから後ろので光っている LED は多分電球色なので3000ケルビンぐらい。で、このメインのライト、これ小泉さんかな ?Z ライト。ちょっとここら辺もこだわったんですけど、結構いいライティング。デスクライトなんですけどね。これは色を変えられるんです。色を変えられる。調光調色。こんな感じで色が変えられる。これ色が変わるのもいいんですけども、すごく悩む。これが多分5000ケルビンぐらいかな。5000ケルビンぐらい。で、だんだん落としていって、私好きなのがこれぐらいみたいな。そうすると、白色とか、音白色みたいな名前になってきますよと。3000ケルビンまでいかなくて、4000ケルビンぐらい。そんな話ですが、まあ、この数値は覚えなくていいんですけど、カメラやってる方はこれ、ホワイトバランスっていうので、すごく知ってると思うんですけどね。中白色は5000ケルビンですね。太陽光と、日中の太陽光と同じ、真っ白な感じになるのが5000ケルビン。まあ、その間の音白色。今がこのついてるのが音白色ぐらいかな。もしくは白色ぐらい。4000ケルビンとか。中白色と電球色の間ぐらい。それぐらいが私も好きなんですよね。作業するのもそれぐらいがいいかなって思ってます。でも結局これどれも好みなので、何とも言えないんですよね。で、LED の特徴だけを理解するといいのかなと思うんです。LED の弱点と注意点です。まず見てほしいんですけれども、ちょっと照明を消します。後ろにある花ですね。今電気消してるんですけども、ね、こんな感じ。これは、IKEA さんで買ったスタンドライトですね。この中には LED 球が入ってる。LED のライトが入ってる。だいたい多分60ワット相当、40ワット相当かなだと思うんですよね。で、この赤い葉っぱ、綺麗な赤い葉っぱなんですけれども、これがこんな感じなんですけど、これを私が前使ってたこのデスクライト。これはハロゲン球なんです。ハロゲン球でつけてみると、違いわかりますかね ?LED は省エネはなんで省エネできてんだろうって不思議に思ったことないですか？同じ明るさなのに、白熱球は100ワットするのに、LED は十何ワットしか使わない。光はそもそもエネルギーですよね。エネルギーが放出するときに放射するのがエネルギー。その成分は、ごく紫外線、すごい紫外線から赤外線まで長い波長の中の、実際に見える光は可視光線って言って、すごい少ない範囲ですよね。で、見えない部分っていうのもあって、それが光、エネルギーっていうところですよね。それを省いてるん
でしょうっていうところなんです。LED 自体。見えない部分を省いて、できるだけ可視光線だけを使う。白熱球は見えない部分も全部放射してるからエネルギーを使ってるんだよっていうところ。なので、これで聞くと、レコードと CD っていうイメージにすごく似てるなと思って。で、先ほどの花ですね。今、ハロゲン球でついてるんですけれども、ハロゲン球消して、LED 球つけると、どうです？違い分かりますかね？赤が弱いんですよ。で、LED は赤い成分を出すのがすごく苦手らしいんですよね。だから、お肉とか、そういうものが LED だとうまく出ない。だからやっぱり、私はハロゲンがいいなって思うんですよね。ハロゲンだとなんか赤くなりますよね。やっぱり美味しく感じますよねっていう感じなんです。で、それを炎色性って言うんです。RH 出ましたね。CH とか UH とかありますけれども。LED でも RH っていうのがあるので、これを覚えておくといいかなと思います。カタログに載ってるものと載ってないものがあって、載ってるやつはちゃんとその数値が取れてるから載せてんだろうってイメージです。一般的な LED、こういう LED ですね。は80程度。これが100が一番いい数値。の中の80点みたいな感じ。光炎色 LED っていうのがあるんです。RH が97。97点ってすごく高い点数ですよね。でもちなみにハロゲン球、こちらのハロゲン球ですね。は100点です。当然なんですけど。いろんなエネルギー放出してるから。赤が綺麗に見えますよって。安いものはそれなりになるっていうところがここかなと思うんです。点滅と色ですかね。色の再現性が安いとやっぱり悪い。高いといいっていう違いがありますよっていうのだけ覚えておいてもらえればいい。とにかく安ければいいって言って買うんではなくて、大事な部分にはいいものを買った方がいいですよっていうところです。シーンによって切り替えるですね。リビングは落ち着く場所なので暗めにしたいですよね。キッチンは作業するので明るめにしたい。じゃあオープンキッチンって今ほとんどがオープンキッチンが流行ってますよね。もうリビングダイニングキッチンが一体空間になってる。じゃあその時どうしようって思います。一番いいのは調光調色系の照明を使ってキッチンの照明を取って。で、リビングはまあ、暗めにするか、調光するかって感じかな。で、特にダイニングは、光炎色ライトを使った方が絶対いいですよね。食べ物が美味しく感じる。まあ、そんなの見てる暇もなければいいんですけれどもね。テーブルライトは、電球色にするとよりいいですよ。光炎色性の電球色にすると、とってもお肉が美味しそうに見える。このハロゲン球は電球色ですよね。3000ケルビン。まあすごく赤が綺麗になると、私はお肉大好きなんで、お肉が綺麗に見える。で、テーブルライトが一番難しいのが、位置がだいたい失敗します。ここにテーブル置こうかなって言って、実際に最初に設計で入れた照明の位置とテーブル、実際に引っ越してきてる照明を置いたら、ちょっとテーブルからずれちゃったみたいな、あるので、ダクトレールっていうのを使うといいかなと。で、寝室は暗めがいいんじゃないかなと思うんですけど、これ好みですよね。子供部屋。これも好みかな。明るくしなきゃダメとか目に悪いとかって言ってるんですけど、ちょっとそれはちょっと違うかなとは思ってます。リビングで勉強させるっていうプラン最近増えてますよね。その場合どうしたらいいのっていうところですか。まあそういう場合はこのデスクライトをうまく使うといいのかなと思います。デスクライト。リビングは全体的に暗いんですけれども、勉強机だけ明るくできるっていうところですね。すべてに対応するのが難しいんですけども、LED のいいところは、調色もできるし、調光もできたり、さらに、なんていうのかな、スイッチもオンオフが リモコンでできちゃったりする場合ありますよね。まあ、すごい、悩まずに済むかなと思います。済む人によって変わるんですよね。照度ですね。光の色の好みです。天井配置や好き嫌いでもう良いのかなと思います。この家は、本当に6畳の空間に一つのライト。シーリングライトって最近は調色のリモコンついてますよね。だからこれで悩まずに6畳部屋はこれでいいじゃんっていう風になっていいのかなと。うちの場合はこういう構造の梁を出していくんですけれども、こういう場合すごく悩ましいんですけど、この方はシーリングライト。これも正解だなと思うんですよね。
で、この方は針が出た針の間にダウンライトを埋め込む。この方はさっきのはダウンライト多め、今度もうちょっと落ち着かせようってダウンライト少なめみたいな感じですね。この方はダウンライトはすごく少なくて、キッチンにこう3灯の電球の、多分これも LED なんですけども、ちょっとこれ暗すぎんじゃないかなと思いつつも住む方が選んでましたね。で、このライトすごい明るいんですよね。で、ダイニングのテーブルライトなんですけども、すごいいいなと思ってすぐ私自分の家にも買っちゃいました。これ Amazon で売ってたんですよね。安いんです。 100W 相当の電球を3つつけられるみたいな、すごい明るい。で、難しいのはこういう吹き抜け空間とか勾配天井の空間かな。こういうなんか趣のある梁が出てて、ここに照明つけたくないですよね。で、天井に照明つけると交換時が大変なんですよ。なのでこういう梁につけたりとか、こういう勾配天井になっているとこういう梁の横につけたりですね。一番かっこいいなと思ったのは、これはお客様が探してきたんですけども、これダイコーさんっていう照明機器メーカーですか、の吹き抜けライトですかね。で、吹き抜けで注意が必要なのは、吹き抜けの上に照明つけると後々メンテナンスが大変になるので、できる限り吹き抜けの天井面につけない方がいいんじゃないかなと。こんな感じ。これはペンダント等ですよね。これも IKEA さんじゃないかな、器具は。安いんですよね。で、趣がある。私的にはこう照明で遊んでいくといいなとは思うんです。明るいだけではなくて、例えばこれニッチに奥に照明を仕込んでですね、なんか飾りをしている、こんな感じ。太陽の光と階段灯なんですけども、階段がストリップ階段っていう形になってるので、その光が入っている、こんな。これは普通の多分パナソニックとかの照明と、こんな感じかな。廊下ですね。廊下あえて照明をつけないで、まあ、ここに格子があるんですけど、階段側の格子の電球が光を作っていく。だんだん暗くなっていきますかね。で、私の家のこの2階で、ね、悩んで最終的に使った照明っていうのがこれなんです。ちょっと今持ってきますね。メイン照明がこれなんです。工事の時に使う照明です。工事用照明を2階のメインの照明に しました。明るいっていうか、明るくはないんですけれども、移動が自由っていうところですかね。しかもコンセントにはめればいい。さらに言えば Wi-Fi リモコン対応をすれば消すこともできちゃうと。タスク照明ですかね。タスク照明はいろいろ試してます。こういうデスクライトですね。こういう、まあ建築を勉強した方が必ず学ぶんですけど、タスク&アンビエント照明っていう形で、タスクっていうのが手元灯です。で、アンビエントっていうのはこの空間全体をぼわっと明るくさせる。で、今の日本の方のほとんどはこのアンビエントを明るくしたいっていうところですかね。で、タスク照明を全然使いたくないっていうとこ。でも、やっぱりね、築5年の方、先月かな。やっぱり暗いから照明足してほしいって言われた。照明をプラス、増設する工事してきたんですけども。で、今日5年点検行ったんですけども、そこもやっぱり暗いって言われた。照明足したとか。私自身がちょっと暗い照明が好きかなっていうところがあるんですよね。ちょっと反省してるっていうところもあります。暗いと怒られるっていうところですかね。でも、その方がなんとなく豊かな空間になるんですよっていうのも分かってくれるといいなと思うんです。この本も紹介しましょうか。これは皆さん知ってる、かなり有名な本ですよね。陰影来賛という本ですね。これを読んでもらえると、暗がりと陰りが大事みたいな話なんですけれどもね。結論です。すべて LED になると思うんです、これから照明。
なんとなく私はちょっとなんか一回戻る可能性もあるかもしれないんですけども、まあ基本は LED になるんでしょうね。と思います。で、LED になる場合に照明にだけ気をつけた方がいいよっていう部分があります。それは今この撮ってる画像をが50分の1っていうシャッター速度で撮ってるんですね。でもこれを80分の1にちょっと変えてみます、ね。これ LED、奥の LED の安い LED の点滅が出ちゃうっていうところですかね。今50分の1に戻しました。なのでやっぱりいいものはこういう小泉の Z ライトとかこういうこのライトとかは点滅がすごく少ないというか、なんかそういういろいろ工夫をしてるんでしょうね。すごく良かったのはこの IKEA の LED ですね。これは多分 RH90 あるらしいんですよね。しかも安いですよね。だから電球買うんだったらこの RA90 ある IKEA の方がいいんじゃないかなとか。良いものはやはり良いんですよ。だから高いものはちゃんとそういう炎色性とかもあるっていうところも大事なとこかなと思います。明るさが不安だったら調光とダクトレールで後で足せられるように、もしくは明るさを調整できるようにしとくといいのかなと思います。明るすぎて困ったよって方は、過去一件だけありました。明るすぎたみたいな話の方もいました。炎色性 RH ですね。C値も大事ですし、UH も大事なんですが、RH も気にしておくと面白いです。カタログに載ってる載ってる商品もあれば載ってないやつ。載ってないやつは多分 RA が80以下なんだろうなって思いつつっていう。80以上あると85とか。いいやつだと90とかですよね。でもハロゲンは100なんですけどねっていう話。家の資産価値的に、ここが重要かな。考えると、複雑にたくさん照明つけない方がいいですよと。中古で売買されるときに、照明器具ってだいたい築20年で交換してないんですよね。で、購入するときに交換しないといけないなって思うときがあって、そのときにいっぱいあると、よりコストがかかって嫌だなってなっちゃうときが、だから必要最低限でいいんじゃないかなって思います。将来電球固体でオンオフが可能になるんじゃないかな。もうなってますよね。そうなってる。だから、スイッチいるかなっていうのもちょっと思っちゃったりするんですよね。LED も単寿命なときがありますよと。だから、必ずしも経済性があるとは思えないなってちょっと思います。ハロゲン球なんか全然切れないですもんね。私の最後の答えは、悩むなら照明つけるなです。部屋に照明つけない。工事用照明は後で自分で買ってつければいいっていう感じですかね。嘘です。ごめんなさい。それは、じゃあ一個照明つけておくといいかなと思います。はい。次回は、空き家問題についてちょっと話そうかなと思います。YouTuber で建築家のゲゲさん。ゲゲさんのチャンネルを概要欄に入れておきますので見てほしいんですけど、この前、楽寿の家のルームツアーっていうのをしました。見てください。で、ゲゲさんは空き家をカフェにして、おしゃれなカフェにして、なんか空き家をうまく有効活用してるっていう活動もしてます。で、そういうインタビューをしていこうかなと思ってます。今後、家の資産価値に影響する空き家のことについてお話したいと思います。はい。今日は照明の話ですかね。このハロゲンライト、すごい熱くなるんですよ、ね。だからエネルギーを使うんですけれども。やっぱり、こういう色が綺麗。どうしても、なんか店舗でもすごい安い LED の照明入れてる、その光がすごく大事なところの商品を見せてるのに安いの入れてるところを見ると、あ、残念だなって思ったりするんですね。照明は本当に奥が深いんですけれども、まあ、今後も何か話せたら動画にしていこうかなと思ってます。今日は以上になります。ありがとうございました。